ちょうど定刻になりましたので、始めたいと思います。北朝鮮の核とミサイルというテーマで、今日が第1回で、これから外交安全保障といういろんな側面でですね、連続して、この会見研究会を進めたいと思います。で、第1回が今日なわけですが、岡崎研究所の理事をしていらっしゃいます金田秀明先生にお話をお願いいたします。よろしくお願いします。今日のテーマですけど、朝鮮半島および東アジアの現在の軍事安保情勢を中心にですね、日本の防衛政策といったものも含めてお話があるかと思います。で、金田先生のご経歴を紹介いたしますと、防衛大学校の第12期生ということで、海上自衛隊の方に入隊されまして、海幕の防衛課長、それから舞鶴の地方総監部の幕僚長などを歴任されまして、護衛艦隊の司令官で、海将でですね、退職されまして、その後は研究生活に入られまして、岡崎研究所の理事、それから国際問題研究所の方でもお仕事をされております。で、ミサイルの非常にお詳しい方でありまして、著書でもそういったものがあるわけですが、北朝鮮がですね、ミサイルを撃ってちょっと世の中が慌ただしくなるとですね、大体金田先生がニュース番組に出てこられますので、それでお顔をご存じの方も多いかと思います。で、今日は全体にですね、50分からもうちょっと長くても結構ですが、はい、お話をしていただいて、その後に質疑応答にしたいと思います。本日の司会はですね、当クラブの企画委員で東京新聞の山本です。じゃあよろしくお願いします。じゃあ先生お願いします、はい、どうも。こんにちは、どうも、金田でございます。今日はですね、光栄にも北朝鮮関連の勉強会に、の初回ということで招かれまして、ありがたく思っております。私、日本国際問題研究所の客員研究員というのもやっておりまして、実は来る前にそこに寄ってまいりましたら、次回のですね、倉田さんも俺もやるんだなんていうようなことを言っておりまして、北朝鮮の彼は専門家ですのでね、偶然だなと思っておりました。私、今日は北朝鮮というお題をいただいてまして、主体はそれにお話をしますが、私、今日はですね、とりわけ北朝鮮が今回のビヘイビアですね、とりわけ6月以降のビヘイビアはもう非常に際立ったものがあるわけですけれども、そういったことで日本の方々がですね、国民の方々も非常に危惧心配されているということだと思います。で、今直ちにそこにある脅威と、日本にとってですね、とも言うべき存在であるということをもう少しですね、警鐘を鳴らさなきゃいけないなと、これはもう皆さん方のお力も借りなきゃいけないと思いますが、ということが一つですね。で、しかし私も海上自衛隊の出身でございますので、とりわけこの周辺の安全保障環境というのは気にしているわけでございますけれども、北朝鮮は今直ちにそこにある軍事的脅威ということは言います。しかしそれ以上にですね、怖いのがやはり中国じゃないかと。今直ちにとは言いません。しかし今そこにある大規模な軍事的脅威ということはですね、中国について言えるのではないかなと、このように思います。とりわけ皆さん方どれほどご関心があるか分かりませんけれども、弾道ミサイルのみならずですね、一般防空、例えば戦闘機、爆撃機のその量や質や、さらに近代化のペース、そういったもの、それからさらに言えばですね、巡航ミサイルっていうのを持ってるんですね。いわゆるクルーズミサイルです。これは北朝鮮はもうそれらしい、もう非常に古いものありますけれども、近代的なものはありません。中国はそういうものを持ってるわけです。で、それはですね、それによって例えば日本を攻撃するということはですね、実は今でもできるわけです。そして中国の兵隊さんは一人も死なないで済むわけですね、というようなことをですね、考えなければいけない。尖閣諸島という大きな課題を持っているわけですが、そういう中で中国の存在というのはもう少し
日本の皆さん方に知ってもらいたいということでございます。で、そういった問題についても今日ちょっとお話をさせていただきます。その上で、まあ、できましたらば時間が少し残ればですね、では日本はどうすればいいんだと、まあ、とりわけその軍事的なものを中心に私の話ですがなりますが、そういうことについてもお話をさせていただきたいと存じております。ちょっと宣伝っぽくなりますけど、これは2008年にイカロス出版というカタカナで書くんですが、イカロス出版というところからですね、出しました BMD がわかるという本なんでございます。私何本か本書いてるんですが、これが今までの新しい本でございます。で、これをですね、実は、頼まれまして、ちょっとそろそろリライトしてくんないかということでですね、そうかやろうかなということを言っておりましたらですね、まあ、偶然ですけれども今年の1月以降ですね、核実験やテポドン2回の発射などを始めてですね、まあ、北朝鮮のビヘイビアが非常に際立ったものがあるということで、まあ、たまたまそういうことになればですね、まあ、少し準備もしておりましたので、おそらく11月の初旬には、初旬から中旬にかけてはこれが出版の運びになれるんではないかと思いますけども、少しはお役に、世の中のお役に立てるかなという気がしております。それではお話しいたします。私がお話ししようとするのはですね、まあ、結局は我が国の防空ミサイル総合防衛構想というものをやっぱり打ち立てなきゃいけないなということなんです。弾道ミサイル防衛というのは、まあ、幸いなことに2000年代の初めからですね、我が国の政府はいろいろとやってきていただきました。そして今曲がりなりもですね、イージス艦とそれからペトリオとパック3という2段構えのシステムをきちっと持っているというのは、これはアメリカと日本だけですね、だけであります。そういう中で今新しい情勢が出てきたと。弾道ミサイルも例えば北朝鮮の弾道ミサイルってそれほど大した能力じゃなかったんですが、しかしこれもですね、今回の6月の発射から9月にかけての発射を見ますとですね、これは少し技術的にもまた運用の面でもですね、やっぱり真剣に取り組まざるを得ないという状況になってきているのではないかと思います。まあ、そういったところからお話をさせていただきたいと思います。で、そういう北朝鮮、中国の、まあ、いわゆるミサイル脅威、あるいは いわゆる戦闘機爆撃などの攻撃による脅威、こういったものが複合的にあるところに同時瞬間的に集中して、いわゆるこれを飽和攻撃、サチュレイティッドアタックとこういうわけですけども、ということがあった場合に、では日本は守りきるのかというような問題意識を、まあ、私どもは専門家として持っておりまして、そういうことについてお話をいただき、させていただきます。最終的には日本の体制として防空ミサイル総合防衛という体制を、今の弾道ミサイル防衛の、まあ、仕組み、これを基盤としてですね、しっかり作り上げていかなきゃいけないだろうと思っております。これは私のターミノロジーですけども、ABCD というんです。エアですね。バリスティック、クルーズミサイル、ディフェンスと。で、ABCD ということでございます。これはアメリカ軍はですね、IAMD という言い方をしております。インテグレイティッド、エア、ミサイルディフェンスですね。まあ、これと似たようなものですけれども、そのアメリカのものをそのまま同時にするわけではありませんので、日本としてはこういう言い方で、いこうかなというふうに思っております。それではですね、まず我が国をめぐる脅威ということをつらつら考えてみますと、まずはリアルタイムような脅威があります。脅威があります。それは何かというと、海賊とかテロとかですね、あるいは意図してくるものでない自然、あるいは人為的な大震災、こういうのもありますね。これは本当にいつ、今この瞬間でもあってもおかしくないんですけど、まあ、しかしその被害の程度はそれほど大きくはないだろうと。しかし国がそのつもりになって我が国に対して仕掛けてくる脅威ということであれば、まず短期脅威としては北朝鮮が挙げられる。しかもそのブリンクマンシップ、まあ、ポリシーといいましょうかね、外際外交、これと相まってですね、非常に厳しい状況があると。これは短期の脅威であると言わざるを得ない。リアルタイムとは言いません。しかし短期の脅威である。弾道ミサイル、それから大量破壊兵器、これを弾頭化するということが怖いと思います。から短中期の脅威としましては、やはり中国だと。先ほど言いました、中国の海洋や地域覇権的な強権行動、
これを具現化するためにいろいろなことをやっておりますけれども、その中でもですね、ミサイルによって、先ほども言いましたように一兵も傷つかず死ぬことなくですよ、しかし相手の主要都市であるとか軍事基地であるとか大型艦船であるとか、そういったことに、を攻撃可能なのはミサイルであります。ミサイルといっても弾道ミサイルがあります、巡航ミサイルがあります。これはだいたい陸上から撃つものですね。それ以外にですね、航空機、水上艦、潜水艦、こういういろいろな発射母体プラットフォームですね、こういうものから発射される各種の戦術ミサイルというのがあります。これは距離は射距離は短いんですけども、やはり対地対艦いろいろな形で使われるということでございます。そういうものを多種 多様に、しかも継続して近代化し、そして多量に持っているというのは中国でございます。北朝鮮は今のところ我が国に対する脅威となりうるのは、まあ、弾道ミサイルということですね。まあ、これは進化しております。北朝鮮の弾道ミサイル開発というのは非常に古いものがございます。1980年頃エジプトからスカッドというミサイル、これはソ連が開発したものなんですけど、これを導入しまして、リバースエンジニアリングですね、まあ、これ中国も得意ですよね。共産圏の国がみんな得意だったんですが、要は物を買ってきてそいつを分解して、そして自分たちで製造していくと、こういうものですね。こういう手法によってですね、これを我が物にしました。でそれをもとにしまして、これは北朝鮮しか持ってないんですが、ノドンというより長射程のミサイル、これは日本に向かって参るミサイルなんですが、これを開発しました。そしてご記憶のある方もいらっしゃるかもしれませんが、1993年、まだ冷戦中ですが、日本海のですね、西部にノドンの実は試射をしております。これは初めて我が国がですね、実際に北朝鮮の弾道ミサイルをですね、認識した、現実に認識したのがこの時でございます。そしてそれ以後、1998年の8月にはテポドン1というのを発射しました。これは三陸沖を通過しましたよね。これはご記憶だと思います。私護衛艦隊司令官だったんですが、その時に妙高というイギリス艦をですね、夏休み全期間配備ですよ。夏休み前期が恨まれたと思うんですけどね、上からも下からももういいじゃないかと言われたんですけど、いやダメだということで置いてみましたら、8月31日の夏休みの最後の日にドンと撃ったわけですね。まあそういうことがございまして、記憶に非常に新鮮なものがございます。そしてしばらくですね、収まってたんです実は。ところが、このまあ記念すべきと言いましょうか、これキム・ジョン・イルさん、そうですね、キム・ジョン・イルさんですねの時代ですけれども、テポドン2というものの発射した。このテポドン2ってご承知の通り、各種の長距離弾道ミサイル、最終的にはアメリカ本土に届くようなものを開発しようとしているわけですが、これの実験母体になっているわけです。そして彼らは、必ずですね、人工衛星を発射すると、平和目的なんだと、でそういうことでこれを発射するぞと、でまあある時期まではちゃんと布告をしてですね、国際社会にもこういうことをやるからと、コースはこうだと、何日ぐらいから何日ぐらいでやるんだということをまあ言ってきてるわけですが、最近はやらなくなっちゃったということですね。で、まあこれをテポドン2の発射っていうのを何回も繰り返しております。そして実は奇妙なことにですね、まあキム・ジョン・イル氏の時はですね、約3年ごとにこれをやった。2006年にやりました。で、それは記憶だとにある方いらっしゃると、核実験もやってるんですね。核実験をやり、弾道ミサイルの発射実験をやり、そして一般のノドンとか、そういう、まあ、実戦配備されているミサイル、これの試験発射。つまりこれはいろいろな運用形態をですね、訓練している。この3点セットですね。テポドン2、それからノドンなどの実戦発射、それから核実験。こういったものをほぼ3年ごとにやってきた。2006年、2009年、2012年とやってまいりました。そして、まあ、2012年の時には失敗してしまいまして12月になった、まあ、そのせいもあったか次は2016年今年になりますね、1月に水爆実験と称してやりました。でこれらの歩調を合わせるがごとくテポドン2を発展させた、まあ実験発射によりですね、長射程の弾道ミサイルの開発にも役立てた。同時にですね、これは見逃してはいけないことは、
それ以外のもうすでに実戦配備されている弾道ミサイル、スカッドでありノドンであり、それからムスダンという中距離弾道ミサイルですけれども、これガムに届きますね。こういうものも含めてですね、フィードバックしていくということで、全体的に弾道ミサイルというのは能力は底上げになっていると。一般に大したことないだろうとこう思いがちなんですけども、そうでもないということがあります。まあ、ということがあって今年は、核実験1月2月にはテポトン2により実験発射やりましたが、それ以後次から次にやっていくと。この3月にはですね、このキム・ジョンウン、党委員長って言いますけどね、この方がですね、いやもうこれ俺たちは相当なところまで来てる、であとこれによって核弾頭を入手し、そして、核弾頭を持った弾道ミサイル、しかもこれは長距離のものを開発し、そしてアメリカを脅かすんだというようなことをですね、宣言するわけです。なんだ大したことないだろうと、まあ、いつもの話かとこう思っておりましたところですね、まさに、次から次にですね、まあ、失敗もするんですけども、ノドンは撃つわ、ムスダンは撃つ、それから潜水艦発射のですね、弾道ミサイル、これも撃っています。潜水艦発射の弾道ミサイルはですね、私はあの発音はよく分かんないですけども、あれあの漢字で言うと北極星っていうんですね。北極星、面白いじゃないですか。これなかなかね、冗談の分かるのがいるのかなと思うんですが、北極星っていうとポラリスですよね。ポラリスというとアメリカの原子力潜水艦戦略原潜がですね、今ポセイドンなんですけど、戦略原潜が最初に持ってた潜水艦発射弾道ミサイル、これポラリスですね。まあこれに引っ掛けたかどうかはよく知りませんが、まあそんなことでございます。そして最近では大出力エンジンの燃焼試験に成功したとか、あるいは実験場も広げたとか、いろんなことをやりまして、ますます次から次に何かやろうとしている。今年中にもう一回核爆発実験をやるんじゃないかとかですね、それから長射程の弾道ミサイルの実験発射をやるんじゃないかと、そういうようなことは言われております。まあそういう状況でございます。まあいろんなものを持ち始めた。短距離、中距離、準中距離、それから大陸間弾道ミサイル、これはまだ現実のものではないけども、それにもう近づいている。それから潜水艦発射弾道ミサイルなども入手してきているということでございます。さて次は北朝鮮によるですね、核開発の経緯でございますね。北朝鮮による核開発、これはもう皆さん方もご承知の通りですね、90年代の初めぐらいからもう実は北朝鮮がですね、核開発をやってるんじゃないかということで、まあアメリカや日本あるいは中国なども含めまして、まあ大騒ぎになりまして、とりわけアメリカはですね、まあいろんな政治影響力のある政治家なども送りましてですね、米朝枠組み合意ということが一応なったわけですね。そしてアメリカ、北朝鮮は核の開発はもうこれでやめると、その代わり、ケドとかいう枠組みを作ってですね、油を供給するとか食料品を供給するとかいうことで、折り合ったと。ところが北朝鮮はもう全くその約束を無視してやってしまった。それをアメリカのケリー特使が言って、お前どうなってんだこれはという話をしたら、そこでひるむどころか、どうしたんだと、俺たちは核を持ってんだという話になってしまって、この話はおじゃんになってしまった。でそれまでにもうすでにですね、使用済みの核燃料棒からですね、10発ぐらいのプルトニウムは抽出したということですね。それと並行して、濃縮ウラン、これご承知のようにですね、北朝鮮はウラン産出国ですから、これを使って、あとはいろいろな国々ですね、パキスタンやその、中国からもあるのかもしれません、そういう国々からの技術をもらってですね、いろいろやってたということでございます。そして従いましてプルトニウム型、それから濃縮ウラン型、この両者をですね、開発する、核兵器を開発する能力を持っていると思います。パキスタン、イラン、シリア、ヨルダン、そういういろいろな国々ですね、リビアですね、ヨルダンは間違いです、そういう国々との裏の取引もあると聞いております。その上で16年には1月には水爆実験と称しています。これはしかしその規模から言ってそうではないだろう。で皆さんご承知のように、原爆っていうのは、核分裂ですね、それから水爆は核融合です。その中間段階になる、つまり原爆を発射して、それをですね、ブーストさせていく、その影響力をブーストさせていく、それを起爆剤にして核融合を行う、それが水爆になるわけです。でそこまでいってない、
だけどもそのブーストの段階、このまでは技術を持ってんじゃないかとこう言われてまして、したがって1月の実験はですね、水爆実験と称してますが、実はブースト型の実験だということです。このブースト型っていうのはですね、まあなんだそんな大したことないのかと思ったらそうではなくてですね、そのまあ使うですね、まあ重水素、二重水素、三重水素、こういうものの量をですね変えることによって爆発の規模を変えることができる、という、まあ、代物なんですね。ですから、弾道ミサイルなどの核弾頭には、まあ、ある意味じゃ持ってこい、そういう技術を持ったら持ってこいというものでございます。まあ、恐ろしいことにそういったところまで北朝鮮は来てると思わざるを得ないと思います。そして北朝鮮は狙っているのは北朝鮮式のいわゆる最小限核抑止っていうやつですよね。だからその中国やロシアのようにですね、アメリカにお互いに潰せるぐらいのですね、核を持ってるわけではないと、核で報復をするというわけではないと。しかしもしアメリカが手を出して撃ってきたら、必ずそれに対する報復のための弾道ミサイルを発射し、そしてそれがアメリカの本土、あれは そこまでにまだ達しておらなすればグアムとかハワイとかそういうところにも落とすぞということによって、まあ、抑止するという体制ですね。まあ、それは一方的にそう言ってるだけの話なんですけども、そういうことを言ってる。またさらにその、まあ、国内的な、まあ、言い訳みたいな形がありまして、核と経済の並進路線とこう言ってますよね。これよくわかんないんですけども、要は通常兵器で米韓に対応するのはとても無理だと、今の体力からして。しかし経済もやらなきゃいけない、国民納得しない。だから、通常兵力は落とす、その代わり核弾道ミサイルに集中する、そのことによって、まあ、お金は浮く、だからそれを経済に回す、まあ、こういうような理屈ですね。まあ、本当にうまくいってるかどうか分かりませんが、そう一応理屈の上ではそういうことをやってる。そして昨日一昨日ですか、報道もありましたけども、核武器研究所っていってあんまり見慣れない北朝鮮の組織が発表した中でですね、我々は核弾頭を持つに至ったと。核弾頭っていうことは小型化したですね、弾頭を弾道ミサイルに搭載できるようになったということを言っています。そしてこれは完全に成功したと。で今後はですね、ありとあらゆる規格化標準化というようなことを図って、ありとあらゆる形の弾道ミサイルを、つまり大きなものから小さなものまでいろいろとそれによってメニューを変えてできるぞと。しかもそれは数十個どころじゃなくて数百個持てるんだというようなことをですね、まあ、メッセージとして出しているようです。でこの真偽のほどはともかくですね、やっぱりそれだけの何か自信を持ちつつ、それからまさに瀬戸際外交でありまして、その周辺諸国、米中ロあるいは日韓も含めましてですね、周辺諸国の対応ぶりというのを見ながらそういうことをやってるんだろうと思います。か次にですね、中国についてちょっと触れさせていただきます。中国の軍事力増強ということで、まあ、皆さん方もこれは尖閣周辺の動きなどでよくご存知になっておりますからご承知だと思いますけれども、今年アメリカ国防省がレポートを出しました中国の軍事力増強の特徴ですね。これのうちの最大の特徴は何かというとミサイルなんです。アメリカはですね、中国が最大の特徴はミサイル、弾道ミサイルおよび巡航ミサイルおよび宇宙サイバーという、まあ、こういう新しい次元のものですね。海空軍力っていうのもあるんですが、それは自頭のもんだと、2番目だと、こういうことを言ってるわけです。そして、まあ、海軍力は強いし、空軍力も強いわけですけれども、まあ、例えば弾道ミサイルに関係するような、そうですね、弾道ミサイルに関係するようなですね、あるいは巡航ミサイルに関係するような、長距離ステルス戦略爆撃機、これはこんなものは中国は しばらく持てないだろうと意向を持ってたわけですが、実は、持つに至るということですね。 H18 というんですけども、こういうものをやってる。一方その割には H6 というですね、バジャーですよ、バジャー、冷戦時代にですね、ソ連が持ってた飛行機なんですけど、まあ、これをどん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 近代化してですね、こういうものを持ってたりする。で、これもですね、核弾頭を運ぶということもできるし、巡航ミサイルを撃つこともできます。で、現在の中国の弾道ミサイルの現状ですが、数も質も量も、
すべてもう圧倒的にですね、比較にならないぐらい大きいものがあります。台湾の対岸、台湾海峡を挟んだ対岸にはですね、SRBM 短距離弾道ミサイルが千何百発あるということですね。で、これのうちのですね、一部は沖縄に届きます。那覇に届くやつもあります。那覇っていうことはカデラですね、米軍基地に届くやつもあります。それから日本に向かっているのはですね、DF-21 というものでして、これが150発ぐらいだと。これはインドに向けるかもしれませんが、やはりほとんどは日本向けだろうと言われています。まあ、もうちょっと伸ばしてグアムですね、やはり同じように北朝鮮と同じようにですが、これは IRBM で、最近型では DF-26 というのがあります。これはですね、2015年去年のですね、戦勝70周年パレードですか、これに出てきましたね。これでアメリカは随分リアクションをしておりました。やっぱりこれはちょっとここまで来たかということでありまして、気にしているということですね。それから特徴的なのは、対艦弾道ミサイル ASBM といいます。アンティシップバリスティックミサイルですね。これは DF-21 日本に向かってくる MRBM を元にして作ってるんですけども、弾道ミサイルっていうのは遠くに飛ぶ、早く飛ぶということで、それが最大の特徴ですよね。だけども落ちる精度っていうのはですね、なかなかそうでもない。やっぱりその大量破壊兵器を持ってですね、原爆とかの思って大体そこら辺のところに落として、効果を得るということなわけですけれども、 ASBM 対艦弾道ミサイルってことになりますと、そう簡単にはいかないですね。もちろん大型船の例えば空母、米空母を狙うわけですけれども、それも当たらなきゃいけないです。まあ一応速力はそんな相対的にはもうアホみたいなもんかもしれませんが、それでも30ノットで走る空母に当てるのかということで、うまくいってるのかどうか分かりませんが、でもこういうものも開発しているということもございます。もう何よりもやはり中国はアメリカに届く、ソ連にも届く、ロシアにも届く、ヨーロッパにも届く ICBM 大陸間弾道ミサイルを持っております。それから、最近南シナ海でですね、アメリカがフリーダムオブナビゲーションオペレーションとかですね、こういうことを多数やっております。もう皆さん方も百も承知でございますけれども、それはなんでそんなにギリギリやってんだと、中国もなんでギリギリそれに反対してんだということ、いろいろな理由があると言いますが、一つの軍事的な大きな理由はですね、やっぱり南シナ海を拠点にして海南島ですね、海南島のサンアっていう基地を拠点にして、中国は人球神ですね、神、昔の中国の古い国の名前の神、安倍晋三の神ですよ、安倍晋三の神ですね、神級原潜というものを持ってまして、これが搭載する戦略、潜水艦弾道ミサイル SLBM JL-2 挙動2というんですけども、これがですね、どうも使い物になるようになったらしいと。でこれを搭載した神級というやつが海南島の基地をですね、ベースにして、ここでパトロールを始める、いつでも撃てるぞということなんです。そこからしかし間違っちゃいけない、そこからアメリカの本土を狙うことはできません。グアム、せいぜいハワイなんですね。だけど将来的にはそういう能力を持つに至るだろうという心配はあります。それからさらにですね、南シナ海を拠点にして、例えば手薄なところ、日本の南西列島線というのは、やっぱり日本がガチッと守ってますから、有事になればそれは簡単には通せません。だけどバシー海峡、台湾の南バシー海峡かルソン海峡、こんなところはひょいひょいひょい行けるわけですよね、行ってみれば。そういうところを通って、西太平洋に出る、あるいは中部太平洋に出る、東部太平洋に行く、さらに北に向かってベーリング海峡、オホーツク海峡、こんなところから行けばですね、昔のロシアがそうであったように、そこからポコンと非常に射程の短い弾道ミサイルでも、アメリカの東海岸、西海岸、ここを攻撃することができちゃうんです。そういうことをですね、やはりアメリカは最終的には頭に入れて、南シナ海問題に当たっているということだと思います。その他、核弾頭については、これもよくわからないところありますけれども、シプリという、権威のあるですね、などによりますと250発ぐらいあるだろうと。アメリカの軍事専門家はですね、それの2倍から3倍ぐらいだろうと、そのようなことを言っておりまして、真実はその中間にあるのかなということでございます。から中国の巡航ミサイルでございますが、巡航ミサイルについてはですね、これは初めてお聞きになるようなこともあるかもしれませんが、
まあ、2種類あると覚えてください。 LACM ランドアタッククルーズミサイル、これはだから対地巡航ミサイルですね。それから ASCM アンティシップクルーズミサイル、これは対艦巡航ミサイルということでございます。で、 LACM 対地巡航ミサイルというのは中国はあんまりそこは力を入れていなかったんですが、最近ですね、技術的にも進歩の跡がありまして非常に力を入れてくるようになりました。弾道ミサイル、各種の弾道ミサイルを持っておりますが、そのギャップですね、 SRBM、MRBM、IRBM、ICBM、 そこには実際ギャップがあるわけですが、そういうギャップを埋めるようにより戦術的にな形で使いやすいように、埋めてきた。で、代表的なものが DH10 というのがあります。 DH の10ですね。これ1500から2500キロメートルぐらいの距離ですね。弾道ミサイルに比べれば短いですよ。だけど例えば日本は、南西諸島は狙われます。それからさらにこれをですね、航空機に乗せる CJ10 というのが実際にございます。そういうようなですね、まあ、巡航ミサイルをさっき言った H6 というバジャーですね、これは中国が近代化してますから、北朝鮮とは違います、まあ、使い物になるわけですけれども、こういう飛行機に乗せていくとなるとどうなるか、まあ、1500キロから2500キロの距離ある DH10 がこれを6発ほど積めるらしいんですけれども、それがですね、まあ、例えば1000キロ西太平洋の方に進出していくと、そうするとプラス1000遠いところに大攻撃することができるわけですね。ですからその弾道ミサイルの攻撃と、それから巡航のミサイルの攻撃、これをいろいろ組み合わせますと、かなりいろいろな複雑な、まあ、対処を複雑化するような状況ができるということです。それに加えまして、さらにいろいろな戦術ミサイル、これは戦闘機、爆撃機ではなく戦闘機、水上艦、潜水艦、これらから発射する各種の戦術ミサイルを持っています。これはですね、例えば普通巡航ミサイルというと亜音速なんですけれども、しかし超音速、マッハ2ぐらいの超音速のものを持ってたりですね、そういうこともいたします。さて、これらのですね、概括をいたしましたが、小物に対してじゃあ日本としてはどういう備えがあるのかということですね。周辺国、これら周辺国の軍事侵攻への日本の備えとして考えるのはどうかと、これはまさに軍事的な問題に例えば限ってみますとですね、北朝鮮についてはやはり、まあ、とりあえずは暴発ということでしょうね。やはり北朝鮮の正面というのは米韓だということだと思います。しかしアメリカはその当然、日本に基地を置いているわけだし、いろんな面での支援もあるわけですから、やはりそこはもちろん考慮していますけれども、しかし今とりあえず日本をもうまず最初にターゲットにするということはちょっと考えられない。だけど暴発っていうのはあり得るわけですね。失敗もあります。そういうことから考えますと、北朝鮮の弾道ミサイルっていうのは暴発、北朝鮮の暴発に対する警戒ということになると思います。先般ノドンが日本海に撃たれて、まあ、秋田沖のですね、我が国の EEZ に入りました。これになんで対処できなかったのかと、まあ、いろいろあります。それは課題もありますし、もちろんそういうことに対する対応を、防衛省としての対応とか変えていかなきゃいけない部分はありますけれども、じゃあ EZ に落とすようなやつをですね、いちいち迎撃するのかと、まあ、それは私はないんじゃないかなと思いますね。まあ、もちろん J アラートとか EM ネットですか、こういうものを使って、まあ、出漁されている漁民の方々にですね、まあ、イカ釣り漁船だとかああいうことになると思いますけども、通報するということはそれはあり得るかもしれないけども、基本的にはですね、やはり 今そうであるように、領土、領海、領空、ここに落ちてくる、でここによって もちろん離島も入るわけですよ。でこういうことによって被害が生じる、人命、財産、そういったものに被害が生じる、こういう時には当然やらなきゃいけない。でその体制しっかりしてるかというと、まあ、やっぱり反省すべき点はもちろんあると思います。それから、まあ、後でお話しますけれども、今私弾道ミサイル防衛、巡航ミサイル防衛的な話ばっかりしておりますけれども、やはり本当にじゃあ、北朝鮮のがそういう暴発をするというようなことを防ぐ、今これが図に載ってますよね。今さっきも言いましたように、テポドン2を撃った2006年、9年、12年ぐらいの時はですね、必ず通報してきました。そうですよね。皆さんご記憶にあると思います。しかし、そういうことを一切通報せずに、最近は例えば EZ に打ち込む、
とかですね、日本のアディズ内に落ち込むとか、そういうことをしているわけです。これをまあどん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 エスカレートしてくるかもしれません。そういうものに対してやはり日本としてはしっかりとした手を打つ、まあ監視外交、ディスエージョンディプロマシーって言いますかね、こういうものをしっかりしかね、これはまあソフトなやり方で、あるいはハードなやり方でやっていかなきゃいけないだろうと思います。それから防衛技術的にいけばですね、私がまあはっきり申せばですね、発射母体、これは陸上、水上艦、潜水艦、航空機、いろいろあるんですよ。まあ、大きく言えば4つ。それから将来的には宇宙というのも出てくるかもしれません。まあ、当面はない。4つですね。こういう発射母体が我が国に対して攻撃をする。明らかに攻撃する。あるいは攻撃したの、したし、またその次に攻撃するかもしれない。だからそういうものを封じるために反撃をする。これは独立国として許される行為であると。まあ、専守防衛という話がございますけれども、実はこれは昭和31年度ですね、国会での鳩山答弁という有名な答弁がありまして、座して死を待つのが憲法の趣旨ではないということを明確にその当時述べられておりまして、この答弁は累次、こういう問題が出てまいりますときに国会で取り上げられ、石破防衛大臣とか、まあ、そういう方々がですね、これを、まあ、もう一度おさらいしているということで、今でもこれはビビッドなもんだろうと私は思っております。そういう意味からしましてですね、この無制限にではないですよ、しかしながらこの発射母体、これの目をつむ、攻撃の目をつむという意味での攻撃、これは当然日本として許されるだろうし、そういうものを整備しておく必要があるだろうと。これはあくまでも抑止力としてそういうものを持たなきゃいけない。軍事は科学です、サイエンスです。科学には 100% ってことはありません。だから必ず打ち漏らすということもあるわけです。どんなに頑張ってみてもですね。そういうものに対する備えとして、あともう一つあります。それは、まあ、一つは今言いましたように、攻撃の源を積むということが一つ、反撃するということが一つ。もう一つはですね、国民保護です。まあ、J アラートとか M ネットとかいろんなもので通用する、訓練を積む。じゃあ住民を巻き込んだ訓練をする。そしていざとなれば、避難をする、避難誘導する、常日頃どこに堅牢な建造物をですね、どこに避難するかということをあらかじめしっかりと研究しておくというようなことですね。あるいは道で道路を車で走った時にあなたどうするんですかっていうようなところまでですね、しっかりと、身に染みて、理解していただくというようなことが必要だと思います。それから中国に対してどうするかということですね。これはですね、私がどうのこうのと言うまでもなくですね、我が国の防衛計画の大綱というのがありますね、ナショナルディフェンスプログラムガイドライン、これは2013年の12月でしたかね、まあ、今の安倍政権のもとにですね、出来上がりました。ここにですね、ここで明確に書いてあります。それまでの防衛計画の大綱に比べましてですね、特にこの中国の脅威に対するですね、かなりなその、まあ、もちろん防衛計画の大綱ですから、あんまりそのあからさまのことは言わないわけですが、それでもかなり具体的にこういうものを意識したですね、文言が入っております。そして日米同盟が基本であると、それから日本自身の総合的な防衛体制の構築が重要であるということを言っております。当然だと思いますね。で、それでどういう防衛力を構築するのかというときにですね、統合機動防衛力と、こういうことを言っております。ダイナミックジョイントディフェンスフォースということですね。ダイナミックジョイントディフェンスフォース、それまではですね、それまでの防衛計画の大綱、これはですね、ジョイントディフェンスフォースだったんです。で、それに加えてダイナミック、まあ、機動という意味ですね、意味合いですね、これが付け加わりました。で、それは何を重点としているかというと、実は南西方面なんですよ。南西方面、これは中国との国境が接しており、今ご承知のように尖閣諸島、あるいは中国の軍艦の領海侵犯とかいうことが起こっている地域ということでございます。そういったところで起こるわけで、それでは日本は軍事的にはですよ、今海上保安庁さんなんかが尖閣で頑張っていらっしゃいます、法執行機関として頑張っていらっしゃいますけれども、それでは防衛サイドではどうするかということについてはですね、3つのことを言っております。海空優勢、海上航空優勢、これを確保するんだと。これは並大抵なことではないですよ。しかしながらそういうことをやろうぞ。
それから水陸機動防衛ですね、これは水陸両用船、これは陸上自衛隊の機動団と、水陸機動団というのが中心になりますが、まあ、島津隊に、まあ、占領されたら奪還するとか、そういうようなことをする能力ということですね。これがまさにダイナミックということになります。海空優勢も同じでございます。それからもう一つちょっと趣旨が違いますが、発射母体の攻撃能力を確保する、つまりさっき言いました昭和31年の鳩山答弁 の趣旨に一致しているものでございますが、これが、まあ、実は初めてなんですけれども、防衛計画の大綱に、明確に書かれました。この発射母体への対処能力について、具体的に検討し、そして、要すれば必要な措置を取っていくということはなったんです。今、実態としてどのような研究、検討がされているかというのは、私はもちろん資料紙もないわけでございますけれども、これが大綱に、また中期防にもそれが反映されております。で、まあ、これ以外にですね、私は新たな やるべきことが出てきたと思いますのは、多元軽空平和攻撃への対応能力の構築ということでございます。多元ということは、マルティプルディメンジョナルという意味ですね。まあ、つまりその先ほど言いました中国の各種発射母体、それから弾道ミサイル、巡航ミサイル、各種の戦術ミサイル等々がありますので、こういうものがですね、一挙にタイミングを合わせて、日本の用地、まあ、これは政経民、それから防衛、例えば産業ですね、あるいは原子力発電所、こういうようなこともあるかもしれませんが、そういったところをですね、集中的に攻撃する。そして飽和攻撃と申しますので、サチュレーティッドアタックなわけですね。やはりイージスシステムにしろ、パック3にしましても、それぞれやはり、迎撃ミサイル発射のためのですね、そのロジックなり、その能力なり、これにはやはり当然限界があるわけです。その一挙に同時集中して襲いかかってきたらどうかということは、実は弱い部分があります。これは逐次改善されておりますけれども、弱い部分があります。で、そこをついてくるということです。じゃあ、これに対してはっきり言ってどういう対応ができるか、このことは取りも直さずですね、北朝鮮が最近見せました、ノドン、あるいはスカッド ER、 まあ、おそらくスカッド ER だと言いますが、3発のミサイルを連続して発射したというのがありましたね。映像も出てましたね。あれは私最初スカッドだと思ったんですが、どうもよく見てみるとですね、形状、それからそれの発射のビークル、そういうものから考えていきまして、どうもスカッド ER というものですね。これスカッドを舞台にしてエクステンディッドレンジですから、 ER1000キロメートルぐらい、だから日本の東日本、北日本には届かないけれども、西日本には届くという代物です。ノドンはちなみに1300キロですから、まあ、ほぼ日本をカバーする。そういうことに対して、いかにすべきかというものですね。まあ、多元軽空平和攻撃への対応能力の構築が前提になるということです。で、一言で言いますと、私はとしてはですね、中国は A2AD と言いますね、接近拒否、領域接近阻止、領域拒否、アンティアクセス、エアリアディナイアル、こういう構想を持ってます。そして、我が南西諸島方面にひた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 と圧力をかけてきている。いざとなればそこを突破して西太平洋に出て、そしてアメリカの空母部隊とか、グアムにあります戦略航空爆撃機、こういったものを壊滅するということを持って、これは A2AD と言います。で、これに対してどうするのかと。で、これはもちろん日米で当然でやるわけでありますけど、日本の役割は何かということであれば、まあ、アメリカはもちろん核を含む戦略核抑止、あるいは戦略核攻撃、戦略攻撃、これは通常兵器によるものも含めますけれども、例えばトマホークなどですね、そういったことを日本としては、持っておりませんし、また適当でないということで、それはやらない。しかし先ほど言いましたように、発射母体というのは4種類ある。陸上発射基地、潜水艦、航空機、水上艦、こういうものを排除するということは、能力はしっかりと持たなければいけない。これは海空優勢とも相通じますけれども、したがってそういう意味でのですね、対応能力を持たなきゃいけないだろうと思います。で、それらを総合いたしまして、日本は我が国の領土である南西諸島列島線の防衛というものについてはですね、
このラインで、この線で防衛をするということにを、唯一の眼目にするということではないかと思います。私はこれを A2LD と称しております。まあ、これは言葉を引っ掛けたわけで申し訳ないんですけども、アンティアドバンス、つまり進出を阻止するということですね。それからラインディナイアル、列島線で拒否すると、そういう意味でございます。まあ、そういうことが必要なのではないかなと思っております。あとそうですね、もう少しいいですね。大丈夫ですか。はい。中国の、じゃあそういう能力を持った中国の日本軍事侵攻シナリオっていうのを、まあ、私なりの個人的にですね、これはあの防衛省がどうのこうなんて全くありません、それは個人的な考えですが、まあ、あの申しますと7つほどあるんじゃないかと。まず一つが先ほど来言っております南西諸島の軍事基地等への多元低空飽和攻撃ですね。飽和攻撃ということがミソです。航空攻撃、巡航ミサイル、弾道ミサイル、こういったものを同期一斉に攻撃するということです。航空攻撃をしなければ、弾道ミサイルと巡航ミサイルだけだったら中国兵は一兵たりとも死なないで済むということになりますね。から2番目、日本全域要所への多元低空集中攻撃、これはまあ飽和攻撃というのは難しいでしょう。だけど集中攻撃というのはあり得るということでございます。まあ、要所に来るという。それからあとはまあ海上航空優先獲得戦から南西諸島の島嶼の攻防戦、進行戦、西太平洋全域での米軍等来援阻止戦、まあ、これは航空機 海空の兵力によるものだと思いますね。それから日本全域での持続的な海上封鎖戦、航空制圧戦、これには機雷による封鎖というものも入ると思います。さらに南シナ海等での海上交通路遮断線、まあ、こんなものはあるのかなと思いますね。その中で一番起こりやすく、そして短期で終わらせる、被害はないというような、それからいつでも準備ができているということを言うと、やはり一番目の多元低空飽和攻撃ということではないかと思います。まあ、そういうことで A2LD という構想をしっかりと構築していかないといけないだろうと私は思っております。で、そのためには3つの防御、これをが必要だと私は思います。南西諸島に攻防バランスの取れた防衛線を構築すると、こういう意味ですね。これは日本です。何もどっかに侵攻していくとか、そういうこと、エクスペディショナリーなような話をしているわけではありません。我が国の領土である南西諸島列島線、これをとにかく守る。そこから、まあ、中国の海空戦力などが、進出していくのをここで阻止するというような意味でございます。3つ、1つは攻勢防御、オフェンシブディフェンスといいます。これは海空優勢であったり、水陸機動であったり、あるいは先ほど言いました、発射ミサイル発射手段等への発射基地ですね。まあ、軍事的用語で言うと削減地攻撃、オリジンオブアタックですね、削減地への攻撃ということになりますが、そういうことですね。まあ、どっかの国の政経中枢、そういったものを、人口密集地、そういったものを戦略的に爆撃するなんて、そんなことを妄想言ってるわけではありません。全くそんなことを考えておりません。しかし、敵の削減地ですね、オリジンオブアタック、これに対して反撃をする、それは当然のことなら独立国して許されることであるということであります。それから能動防御、これはアクティブディフェンスですね。アクティブディフェンス、まあ、これは言ってみれば弾道ミサイル防衛というような話ですね。それから先ほど言いました防空ミサイル総合防衛、私がちょっとお話しました、あと少しまたお時間いただいて話しますが、そのことですね、ということでございます。それからもう一つは受動防御、パッシブディフェンスです。これは国民保護ですね。で、例えばですね、本当は都市計画とかいろいろなことにですね、私は都知事さんや、あるいは日本、地方自治体の市長さん、首長さんとかですね、そういう方が少し言葉を発していただきたいなと思っているんです。例えば東京オリンピックがあります、国際テロとかですね、それから国際犯罪、ひょっとしたら大地震があるかもしれないですよね。そういったことについては皆さん頭を思い浮かぶ防災と防犯、
これは当然やられると思うんですよ。小池さんももちろんそうだと思います。もう一つですね、防衛っていうのを考えてよと。例えば北朝鮮が、ね、暴発して弾道ミサイルをノドンを日本の首都に撃ってくるかもしれないじゃないですか。それに対してはもちろん防衛の備えありますよ。だけど先ほど言いましたように、軍事っていうのは 100% じゃありません。それからやっぱり隙を突かれることもあるかもしれません。そんなことあってはならないんですけど、そういう時にどうするのか。被害を受けた、何発が起こった、もちろん自衛隊は頑張ってやる。だけどもその間にどうやって避難をさせる。それから一般の方々に最小限これだけはやってください、堅牢な建物の中に入ってくださいというようなことはですね、教えて差し上げなきゃいけないんではないかということですね。まあ、したがってこの3つ、構成防御、能動防御、受動防御、この3つがバランスよくですね、取れる、それを南西諸島方面に展開するということが第一課題具合に思っております。弾道ミサイル防衛の要件、巡航ミサイル防衛の要件というのはそれぞれ異なります。しかし簡単に言えば、弾道ミサイルというのは長距離を高高度、高高度ってことは要するに大気圏外ってことですね。長距離高高度を高速で飛ぶわけですよ。でしかも地上に落っこってくるときはとんでもない高速で落っこってくるというもので、白物ですね。それが弾道ミサイル。巡航ミサイルはどうかというとそうではありません。高高度は飛びません。基本的には非常に低高度と、低高度っていうのはこれ探知しにくいんですよね。非常に探知しにくいです。それからイージス艦のレーダーの能力がいくら高くてもですね、レーダー水平線という物理的なものがあります。地球は丸いわけですから、地球は丸いわけですから、だから どっかから下はですね全然見えないわけですよ。レーダーといったって見えませんですね。ですからそれは探知できないわけです、いくら能力があっても。しかしどっかから、どっかが探知をしてくれる。例えば航空自衛隊が導入する E2D っていうのがあるけども、それが探知した目標、海面すれすれで来てるやつをポンと知らせて、これを共有する、このデータを共有する。水上艦とイージス艦と航空機と戦闘機で共有するということができたら素晴らしいですね。そんなことできるのか。できるんですよ。もうすでに米海軍はニフカというプログラムを作って、大西洋のセオドア・ルーズベルトという、空母機動部隊でこれを実験してます。実証実験やってます。日本もですね、7番艦8番艦のイージス艦、これは最新型の SM を、弾道ミサイル防衛能力を持つんですけども、これにですねやっぱりそういうシステムを搭載します。そういうことで少しずつもではですね、これ弾道ミサイル防衛の世界でやってるんですけども、同時に、言いました総合された防空ミサイル総合防衛 ABCD、 この中でも活用できるものでございます。そういったことをですね、なんとか進めていく必要があるなと、したいまして、私としては防空ミサイル総合防衛体制の構築ということをですね、一つ言います。これは今言いました構成防御、能動防御、自動防御、これのうちの真ん中、まあ、一番ポイント中心にはなりますが、能動防御、アクティブディフェンス、これそのものであると言ってよろしいかと思います。まあ、しかし他にも構成防御、自動防御、これをしっかりバランスとってやっていかなければいけないということではあります。まあ、これちょっとお話しする時間がもうありませんので、そこのところはもしご興味関心を持たれた方はご質問していただければお答えいたします。そして最後に私申し上げましたいのはですね、この防空ミサイル総合防衛体制というのは北朝鮮にもそれから中国のものにも対応できるものでございます。一般防空、弾道巡航ミサイル攻撃に対処する、それぞれのシステムの拠点今持っております。いくつかですね、航空自衛隊も持っています。 F-35 も導入します。そういうようなものの拠点を助長し、そしてお互いに弱点を補完し合うと、そういうことが可能であります。そういう米軍もそういう方向でやっております。既存システムを最大限利用しながら新規導入を含めて総合化していけばよろしい。でしかしやはり予算には限りがあります。それから、
技術っていうのは、軍事技術っていうのはなかなかそう一朝一夕では成り立たない。したがってやっぱり時間がかかります。米軍といえどもそうであります。したがってですね、段階別の整備が必要だろうと私は思います。今一つの例としてはですね、フェーズ1第一段階ではですね、今空海が実は統合してやっております弾道ミサイル防衛、空自の方がですね、海上自衛隊のイージス艦も含めてコントロールして弾道ミサイル防衛の統合任務部隊を作って指揮してるんですよね。このことご承知だったかどうか知りませんけど、実際そうなんです。そういう体制を基本としてですね、さらに、巡航ミサイル防衛とかそういったものもできるようにですね、システムを増やし、構築していくということがまず第一段階。これは次の次期中規模、これは平成31年度から始まりますけれども、ここでですね十分取り上げていい問題ではないかと思います。それから次の第二段階というのはですね、陸上自衛隊も含めた陸海空、これを 全般を含めたですね、体制を取る。これが、すなわち私の最終的に言いたい、防空ミサイル総合防衛 ABCD でございます。第一段階は何かというと JIF か CA と言いまして、 JICAダッシュ CA、 ジャパンインテグレッドファイアーコントロールカウンターエアということで、日本のですね、対空統合武器管制というような言葉が当てられるかと思いますが、ということをやっていきたいかなという具合に思っております。最後に、こういったことをやりますが、同時にですね、迎撃ミサイルをいろいろ開発していきますけれども、実は高いものになります。相当高いものになります。で向かってくる、北朝鮮なり中国なりの弾道ミサイル、巡航ミサイルというのは、あるいは戦術ミサイルというのは比較的すれば安いわけです。でそれじゃどうしようもないねと、こういう話になりますよね。ですから、今いろいろと検討を進めておりますのが、レフトオブローンチ、発射の左ってこう言って何言ってるかよく分かんないんですけども、これアメリカ人はさっと分かるらしいんですけどね。要するに今まで真剣に考えていたこっち側のページの右側ではなくて左側のメモみたいなところ、というような、そのせいぜいそういう意味らしいんですけれども、ここで要するに迎撃カイネティック、物理的な直撃をして落とすとかそういうことではなくてですね、ソフト的に落とす、電磁波であるとかですね、レーザー波であるとか、いろいろなものが考えられています。からハイパワードマグネティックウェーブとかですね、そういうようなものを考えて1回100円1ドルで、済んじまうというようなものをですね、やっぱり、検討していかないかんのかなというものがありまして、そういったことも視野に入れてやっていかなきゃいけないと思います。こういった件について防衛省さんは今年度および来年度ですね、2年間かけていろいろ実証研究をですね、研究シミュレーションなどを含めて やられるということでございますので、非常に期待をしているところでございます。それでは大体この辺でやりました。加谷さん、どうも本当にありがとうございました。今日のテーマは北朝鮮の核とミサイルということでご案内申し上げたんですけど、北朝鮮と中国ということをほぼ半分ずつお話ししていただきました。北朝鮮の脅威だけがですね、独立してあるわけでなくて、やはり東アジア全体考えたら中朝両方と見なきゃいけないというのは今日大変よく分かりました。本当にどうも今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。ご清聴いただきましてありがとうございました。それではご記帳いただきましたのでご紹介いたします。最初にお話になったことと同じことでございましたが、今そこにある脅威、北朝鮮、中国とこういうふうに書いていただきました。今日のお話そのものの、ご記帳です。ありがとうございました。それから当クラブからですね、記念品を贈呈したいんで、本当にありがとうございます。あ、そうですか。はい。置いてあった。どうも。ありがとうございます。どうもいただきました。好。